はい、こんにちは。今回ですね、千葉県の房総半島の先にある JR 阿波鴨川駅に来ております。これからですね、ここ、阿波鴨川駅から特急若潮12号に乗って、終点の東京駅まで行きたいと思います。使用される車両は今ここね、すでに停車している、255系ですね。はい、はい、こちらが、特急若潮12号の、指定席特急券です。まあ、ここ阿波鴨川から、終点の東京駅まで乗ります。だいたい終点の東京駅までは、まあ、約2時間ぐらいですね。はい、はい、こちらが今回乗車する255系です。特急若潮号にはですね、この255系とあと E257系500番台っていう2種類が走っています。私はですね E257系っていうのはよく乗車するんですが、255系に乗車するのは初めてです。はい、それでは車内に入っていきたいと思います。座席はね、E257系よりもすごくふかふかですね。はい、
はい、阿波鴨川駅から約2時間、終点の東京駅、地下京王線ホームに到着しました。本日はですね、255系特急若潮12号に乗ってきたという動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。